ファッションテレビジョンへようこそ。ジェイソン・ハンコクです。世界中からファッション、トレンド、そしてインターテインメントニュースをお届けします。今回のファッションテレビジョンは、まず高級ファッションブランドの経営状況、そして新たなファッション業界のリーダーアレクサンダー・ワンについて、そしてどこの国が高級品を一番愛してるか、その後オスカーで選んだ泣き今、初めてのコレクション発表、最後に多彩なスカーレット・ヨハンソンの気になる最新情報をお送りします。サン・ロランが人々に愛されているのは、2014年のブランド別売上高を見ても明らかです。2014年だけを取り上げても、この高級ブランドでは7億730万ユーロという収益を生み出し、売上 27% アップを記録しています。おそらく同じようなパターンがさらに大きなブランドグチでも続く可能性があります。2014年に35億ユーロの収益があったとはいえ、このケーリングの最大有名ブランドでは、2013年の17億5000ユーロから16億6000ユーロへと利益率の減少が見られました。これに追い打ちをかけるように、2014年度末、このファッション界の大物は売上もまた減少しています。グッチでは今、クリエイティブディレクターにアレサンドロ・ミケーレ、CEO にマルコ・ベザーレを迎え、その業績の改善を図ろうとしています。どうか2015年はグッチブランドがキラリと輝く年になりますように。デザイナーが自分のコレクションに芸術的表現を用いるのは珍しいことではありません。しかしながら、アレクサンダー・ワンはそのようなデザイナーとは異なり、自分の芸術的表現を取り入れる気持ちが全く見られません。彼は自分のデザインをできるだけ直接的でパンチの効いたものにしています。実際彼のデザインは主に激しさと、欲しければその場で買ってくれという雰囲気を優先しています。コレクションを通じてレザー、スウェード、ニットやシアの素材ともコンビネーションしつつ、ワンは彼自身の黒に対する愛に常に忠実です。むしろ自分のデザインを通じて綺麗であると考えられている一般的な定義を解放しようとしながら、アレクサンダー・ワンは業界のファッションリーダーなので、これからも楽しみですね。経済危機にあり、インフレ状況である日本では高級品の売り上げは減少しているだろうと思われます。しかし2012年に安倍晋三氏が日本の総理大臣に就任して以来、高級車やその他の高級品では需要が劇的に高まっているのです。2014年には日経平均株価が15年ぶりに高値を更新しました。一方では高級品が3330億円の収益を上げており、2012年の20倍に増えています。しかしながら、専門家はこの好調な売上は日本社会の経済格差が広がっている兆候だと示唆しています。インフレの上昇、増税が国民の購買力を弱まっている国にとって、高級品の需要が高まっているというのは予想外の驚きで、政府は給与の引き上げ調査を行っています。これからの高級ブランドの売り上げはどうなるのでしょうか。2014年10月、それはオスカーデラレンタの失業から初めての秋コレクションでした。当然ながら人々が気にかけたのは、彼が作り上げた老舗のファッションブランドがランウェイでどのような位置づけになるかが話題になりました。オスカーデラレンタブランドの舵取りを引き継いだピーター・コッピングは、オスカーが残したものを忠実に守ると誓いました。それと同時に、移りゆくトレンドに乗り遅れないという課題が残りました。コレクションは主にモノクロのテーマを残しつつ、時折カラーアイテムが登場するというものでした。彼はコレクションが単に中世を誓うものであることを望めませんでしたが、今までもこれからもオスカーの伝説がランウェイやレッドカーペットで見られるでしょう。歌手で女優でモデルでもあるスカーレット・ヨハンソンが新たに結成したガールズグループザ・シングルズのニューシングル「キャンディ」に自らボーカルを担当しています。バンドにはケンドラ・モリス、ホリー・ミランダ、ジュリア・ホリデガン、エステイ・ハイムが参加しており、自分たちのジャンルをスーパーポップ・ダンスミュージックだと表現しています。
この歌をプロデュースしたデイビッド・スティックはヨハンソンの前のアルバム Anywhere I Lay My Head でも一緒に仕事をしています。ウルトラポップかつちょっとアイロニックなサウンドを目指しつつ、ヨハンソンは自分の音楽はグライムズ、ザ・ゴゴーズ、ザ・バンガルズなどに影響を受けていると言っています。スカーレット・ヨハンソンが音楽好きで歌を歌うことはあんまり知られてませんが、彼女の音楽的センスは素晴らしいかもしれませんね。ファッションテレビジョン見てくれてありがとうございます。ジェイソン・ハンコクでした。またお会いしましょう。